それではこれより松本山雅 FC 布圭一郎新監督就任記者会見を始めさせていただきます。布圭一郎新監督よりご挨拶をいただきます。こんにちは。今ご紹介していただきました、布圭一郎で、ございます。2020年シーズンの松本山雅の監督という指揮を取らせていただくということで拝命させていただきました。で、前任の反町監督とはS 級コーチングコースで同期生で、やはり彼のサッカーに対する情熱、深い見識、またエネルギー、本当に当時から非常に素晴らしい指導者の方だなというふうに思っておりました。非常にこのクラブの、歴史といいますか伝統を作った、本当に偉大な監督だというふうに認識しております。その監督の、後任ということで非常に難しいといいますか簡単な仕事ではないでしょうし、いろいろな、ことがあるかとも思いますけれども、またその仕事を私に任せていただいた、松本山雅のクラブ、さんには非常に感謝しております。私のこれまでの指導者としてのいろいろな経験を生かして、全力を尽くしてこの任に当たっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、今もちょっとご挨拶のところでお話しさせていただきましたけれども、本当にこのクラブは短期間に、急成長をした、クラブだと思います。そういうふうな部分ではもう日本の、ナンバーワンの、クラブではないかなというふうに思っています。で、前任の、監督の、反町監督、非常に本当に素晴らしい、人間的にもサッカー的にも本当に素晴らしい監督 で、そういう監督さんももちろん人気といいますか、どうしても我々の世界はどっかでクラブを去るというふうなことになるんですけども、そういう、素晴らしいクラブの方から、こういう、それまち監督の後任というふうなお話をいただいて、本当に大変に光栄に思ったというのが最初の、感想です。で、先ほど言ったように、この仕事は非常に簡単な仕事ではないということは覚悟はしてますけれども、逆に、私にとってもまた反町監督の後を継いで、またこのクラブの一つのステップアップに少しでも貢献できればというふうな気持ちでこの仕事を受けさせていただくというふうな決断をいたしました。以上です。今も言いましたように私ちょうど日本サッカー協会にいた時にアンダーカテゴリーの代表監督やってまして、で、当時まだ山雅さんがJFL の時代ですかね、JFL の試合も結構選手の視察でよく回ったんですね。で、そういう時にもやっぱり山雅さんのサポーターのやっぱ数の多さとか、やっぱりサポーターの方の、素晴らしさって言いますか、それは すごい、まだ J リーグに入る前の、クラブだったんですけども、素晴らしいものがあるなっていうふうに、感じておりました。で、群馬、私この前群馬でお世話になってたんですけど、その前に岡山で同じ J2 で、同じカテゴリーで、戦っていた時もやはりスタジアムの雰囲気とか、そういうところは本当に他のクラブにないような、素晴らしいものがあり、でそういうところでは先ほど言いましたように短期間でこれだけクラブが成長したという部分も含めて本当日本屈指のクラブではないかなというふうに思っております。またプレースタイルというのはそれに関しては非常にやっぱり勤勉といいますか真面目に攻撃も守備も本当に関わり続けるそういうサッカーをチーム全体でやってるなというふうな印象を持っています。で、これは私のサッカー観とも非常にリンクするところがあって、そういう部分では私の、やっていきたいといいますか表現したいというか、そういうサッカーにも通じるところがあるのではないかなというふうに感じています。以上です。はい、
もちろん、まだ全ての選手の、いろいろな力量のところを掌握しているわけではございませんので、やはり我々の仕事というのは、まずは目の前の選手たちの、そういういろんな力量をしっかり掌握した上で、どういうふうな目標設定とかシステムとか、そういうところをしっかり割り出して、達成可能な目標を設定するってことが、非常に大切な、仕事ではないかなと思ってます。でそういうふうな部分ではしっかりまた選手の力も、見させていただいた中で、いろいろ修正をかけていかなきゃいけないところっていうのはあると思いますけれども、ただ今私の方も、お話をさせていただきましたけれども、やはり攻撃だけとか守備だけっていうチームにはなってほしくないので、攻守に全員が関わり続けることができる、そういうアグレッシブなサッカーを90分間展開していくことを目指していきたい、そういうふうに、非常に大まかですけれどもそういうふうに考えています。以上です。はい、私もまだ実際この話も受けてからまだそれほど時間も経ってないというのも現実もありまして、山賀さんの方のクラブとしての目標とかそういうところも含めて、もう少しすり合わせをしっかりやっていかなきゃいけないところはあるかなというふうに思っております。でただ今お話があったように、J1 で昨年シーズンやってた、山賀さんであるのはもう事実なので、サポーターの皆様の、J1 にもう一回戻すという、そういう気持ちは十分、十分といいますかたくさんあるというふうに認識しております。そのサポーターの皆様の、気持ちに応えられるような、そういうような戦いを、J2 の中で、しっかり展開していきたいというふうに、今考えております。以上です。私だけの意見というよりはチーム統括本部クラブでいえば強化部にあたるところがあります。そこでいろいろ人選を重ねてもらいました。で当然布さんからもお話しいただいている通り、反町監督8年間長きにわたって積み上げていただいたものっていうのを、継続して、次の局面でやはりチームの強化と、育成ですね、これを同時並行でやらなきゃいけない難しい局面の中で、布さんが適任ではないかということで、オファーをさせていただきました。具体的にはどういったところ、例えば、それ育成に関してもそうですけども、もうちょっと具体的にお話できることありますか。はい、野呂さんの実績を見ていただいて分かる通り、当然育成年代には直接的に指導されていたりとか、プロも経験されていたり、当然育成のところはもう十分な実績出されていますので、そこはご存知の通り、だと思います。あとはその松本山雅のスタイルのところ、これまで J リーグ入ってから8年間築き上げた、いろいろなその総合力の部分ですね、インテンシティの高いチームだとか足が止まらないとか、そういったところはやっぱり継続してチームとして、成熟させてほしいという思いも、期待感がすごくありましたし、あとはそうですね、フェアに戦うというところも J リーグに上がって非常に積み重ねてこれたので、このあたりもやっていただける方かなと思ってました。あとはやはりチームの強化と育成非常に難しい局面ではあるんですけども、それでも多くのファンサポーターの期待に応え続けるクラブでありたいという意味では、勝負にもこだわりたいと思ってます。その中で野々さんのその勝負にかける力というか勝負師的なところっていうのは、いろんな方からもお話をいただいたりして、そういったところに期待してオファーをさせていただきました。育成とはどうですか。非常に難しい質問なので、育成っていうのは要はその選手が、簡単に言えばどうやって伸ばしていくかってことですよね。でいわゆるこの伸ばし方に何て言うかな、魔法の練習とか魔法の言葉ってやっぱりなくて、やっぱりその選手に合ってトレーニングであったり、あった声かけであったり、またその選手に合った目標設定をやっぱりしてあげる。で選手もやっぱ千差万別ですから、同じ言葉をかけても響く選手もいれば響かない選手もいるわけですよね。で、そういうところをこれちょっと答えになってるかどうか分かんないんですけども、そういう部分を、私の経験値の中で
まあ、もしかするともう30、今年何年だ37、8年僕当時の日本リーグには行かないですぐ教員になったんで、いわゆる当時私の同級生がみんな日本リーグで活躍してて非常に羨ましいなっていうふうに思った部分もあったんですけども、逆に自分の同期生よりも早くコーチになってそういう経験をたくさん積んだっていうのが私のストロングでもあるかなというふうに思ってるんで、まあ、そういうところの、まあ自分で言うのもあれなんですけども、もしかすると人よりもちょっと引き出しが多いかもしれないん でそういうところで、特に若い選手たちにはいろんなアプローチをして、その選手たちを、少しでも高い、グレードまで引っ張り上げることができればなというふうに、思っております。まあこれはね、たまたまって言ったら怒られちゃうかもしれないですけど、やっぱり結果が出せたからかもしれないし、結果が出るか出ないかって、やっぱこの我々の仕事ってやっぱり非常に微妙なところがあるのは事実であります。でただもちろん今社長が言いましたように、結果もしっかり求めながらやっぱり選手たちがそれこそ結果的にレベルが上がっていくってことが一番いいことなんで、でまあそういう面では今年の群馬に関してはやっぱりかなり若返ったっていう部分で、若い選手に公式戦をやれる場がやっぱり非常に多かったっていうのは一つありますよね。でやっぱり選手っていうのはまあ、トレーニングよりもやっぱりゲームで、ゲームよりもやっぱりそのオフィシャルなそういう、お客さんの中で、評価をされるような、そういうシビアな場を、経験するってことがやっぱりその選手を伸ばすことにつながりますので、まあ、今年の群馬に関して言わせていただければ、そういう若い選手を使える環境っていうのがあったんで、まあ、そういうような中でまた選手たちはうまく伸びていってくれたかなというふうに考えています。はい、まあ、今おっしゃられたように監督としては本当初めての経験で、まあ、コーチとしては岡山で3年間やらせていただいて、でやっぱこのカテゴリーの難しさっていうのは正直、痛感してます。でまあ、これはこのカテゴリーに限らず、まあ、J1、J2、J3、全てのカテゴリーに言えることなんですけども、やっぱりこれはもう喜ぶことなんですけども、日本のサッカー全体の層が厚くなったということ でまさに今育成って話から入ってますけども、これは本当に育成に関わる指導者の方たちの努力、やっぱりそういう勉強していい指導をしていこうという、まあ、そういう中から非常に今いわゆる若くて、レベルのある選手の数っていうのは多くなってると思うんですね。でそれがやっぱり各カテゴリーの、まあ、均一化というか拮抗したリーグっていうふうな部分で、なってるというのが現実 でやっぱり J2、チーム数も多いですし長丁場であり、で、まあ、連戦もあるとかいろんなことを考えた時に非常に、難しい、リーグであり、そこを勝ち抜いていくというふうな部分では技術戦術はもちろんですけども、それをプラスアルファするフィジカルメンタル、それを総合的に兼ね備えたチームでないとなかなか勝ち抜けないだろうなということは認識しています。そういうふうな部分で全てのところにアプローチをして、そこのレベルアップを図っていく、で一試合一試合に全力で戦っていく、まあ、それを繰り返していくということを頑張ってやっていきたいなというふうには思っています。はい、まあ、得点が結果的にね、山川さんの得点が少なかったというのは事実だと思うんですけども、これ守備もそうですし攻撃もそうなんですけども、いわゆるじゃあ攻撃だから攻撃陣だけ例えば変えればいいとかそういうことではないんで、やはりサッカーってフットボールっていうのはもう全て全員なんですよね。でまあ、そういう面で先ほども言いましたように攻守に関わり続ける、でそういうことを全員のタスクとして、これは反町監督も全く同じようなことをやってたと思うんですけれども、それをやっぱりしっかり継続してやっていきたいし、その中で、技術と判断の質をいかに高めていくか、あとはやっぱりチャンスにどれだけゴール前にパワーを持って入っていけるか、まあ、そこの人数をどれだけ増やしていけるか、そういうところになってくる部分はあると思いますので、まあ、そういうところをこれから来年チームが始動した中で選手に話もしながら、また要求もしながら、そういうところを高めていくという、そういう作業をやっていきたいなというふうに思っています。
はい、現時点ではまだ決めていません。でやはり選手のやっぱりそういう、まあ、なんていうかな、資質って言いますかね、そういうような適任者がいるかどうかってこともありますし、また適任者がいた時にキャプテンをしっかり決めた方が、良くなる時もあるし、また、チームごと、すみません、ゲームごとで、ゲームキャプテンを任命してって責任を持たせるという、そういうやり方にも十分メリットもあるというふうに考えてますんで、ちょっと選手のそういう資質もちょっとまだちょっとわからないことが多いんで、その辺を、見させていただきながら、考えていきたいというふうに思ってます。やっぱり、まあ、それも反町監督も多分要求はしてたと思うんですけれども、やっぱり頭も体もやっぱり休めない、いわゆる頭休んじゃったらやっぱり多分体止まっちゃうんで、そういう面では頭も体もやっぱり休めないような、でやっぱりそのサッカーっていうのはボールのないところのやっぱり準備で、結構な分どうしてもオンザボールのところでまあ、いろんな方は見間違い、見るんですけれども、やっぱりボールのないところで何をやったかっていうのが非常に重要なスポーツ競技なので、まあ、そういうところを、まあ、選手たちに、高めていけるように問いかけていくアプローチをしていきたいなというふうに思います。そうですね、まあ、これも非常に難しい、質問で、やっぱり私はその選手のまあ声かけであったりトレーニング の目標設定であったり、そこをいわゆるどういうふうにやることがその選手が一番、まあ、簡単に言うと食いついてくるかっていうか、うん、そこのところをうまく道を指針を少し示してあげることっていうのは大切なのかなというふうに思ってます。でいわゆる A という方法が例えば全ての選手に当てはまるっていうことはないの でやはり選手の資質、メンタル、あとは性格も含めてですね、まあ、そういうところも含めてやっぱりアプローチを少し多少変えていきながら、その選手の最大限の力を出させてあげるっていうことが、まあ、我々の仕事なのかな。ちょっとなかなかこうだって言えないとか申し訳ないんですけども、まあ、そんなことじゃないかなというふうに私は思ってます。まあ、そうですね、おっしゃる通り、まあ、我々の世界はとにかくこういうオファーをいただけるってことは大変幸せなことで、まあ、本当に反町監督という偉大な監督の後を、山賀さんが私に、そのところの仕事を任せてくれるということでオファーいただいたことを本当に、感謝しています。で、まあ、私も先ほど言いましたように37年か8年か、まあ、そのくらいコーチ経験あるんですけれども、まあ、やっぱりその分、今までの経験の全てをやっぱりかけて、でやっぱり山賀さん、これだけ大きくなって J1 まで行ったクラブですから、まあ、そこのクラブのまたステップアップに、少しでも貢献できるように自分の全力を今までの全てをかけて、しっかりやっていきたいと思いますし、まあ、私にとっても一つのチャレンジの機会をいただいた山賀さんに非常に感謝しています。まあ、もちろん松本にそんなしょっちゅう来たわけではないんですけれども、やっぱり、非常に山が綺麗 で、まあ、山だけじゃない景色がですね、非常に綺麗で、まあ、やっぱりなんていうんですかね、空気が、まあ、澄んでるというか、はい、まあ、そういう印象ですね、まあ、いわゆる綺麗な街っていう、そんなのが一番印象としてあります。まあ、先ほど言いましたように、やっぱり日本の育成に関わる指導者の方たちが非常に努力をして、いい指導をされて選手層が厚くなったって、これも事実だと思います。で、まあ、これじゃあ例えばヨーロッパや南米と完全に差がなくなったかって、そうではないのもまだ事実 でじゃあそこのところっていうのは何なんだろうなって言った時に、もちろんもっと、まあ、簡単に言えば止める、受ける、運ぶの技術の質を上げなくちゃいけないとか、あとはそのボールを受ける前の準備含めて判断の質を上げなくちゃいけない、やっぱりそのいわゆる個人戦術ですね、個人戦術のところは、もっとさらに上げなくちゃいけないっていうのは、これはあります。でそれプラス、やっぱり、まあ、サッカーというか僕はフットボールって言い方好きなんですけども、やっぱり最終的にはフットボールはやっぱり選手がピッチの中で、やっぱり
判断して決断するっていうそういうスポーツなので、まあ、そういう中ではもちろんベンチの指示とかもいろいろありますけれども、やっぱりその自立した、もう本当に一人一人が自立した選手になるには、これはプロになってから自立しなさいって言っても無理なんで、やっぱり育成年代からやっぱり自分で考えて自分のプレーに責任を負えるような、まあ、そういうような選手を育成していくっていうふうな部分、まあ、そういうような部分ではまだやっぱり、まあ、これは日本のサッカーに限らず教育的な部分かもしれないですけれども、まあ、まだ言われたことを守っていればいいやっていうか、まあ、そういうようなところがあるので、そこをもっと打ち破るような、もうそういうような選手が多くなってくれば、またさらに日本のフットボールも発展するのかなというふうに思っています。はい、まあ、サポーターの方がやっぱりスタジアムに来て、もちろん技術戦術が素晴らしくて、でフィジカルとかでも圧倒しているようなゲームができることが一番理想だと思うんですね。で、まあ、そういうゲームを少しでも多くやりたいっていうのはあります。でただやっぱり全てがやっぱ相手もいることなんで、うまくいかない時ももちろんある、まあ、これがフットボールなんですけれども、そういう中でもやっぱり見に来たサポーターの方たちがこいつらやっぱり応援したいよな、やっぱりこんだけ頑張ってるんだしまだこいつらできるよなっていうような、そういうような部分でも伝えられるっていうか、うん、やっぱりサポーターの方たちがまた次もスタジアムに足を運ぼうっていうふうに思っていただけるような、技術戦術だけじゃなくて、そういうそれがもしかしたら攻守の切り替えで頑張ることかもしれないし、相手へのプレッシングで頑張ることかもしれないし、そういうところで、そういうところを全力でやりきれるような、そういうような、チームになって、いきたいなというふうに思っています。まあ、今おっしゃるようにまだまだトップチームになかなかっていうふうな部分でおっしゃられましたけども、確実に進歩してると思うんですよね。でそれは先ほどもあったようにプリンスリーグにだんだん入ってきたりとか、あとはやっぱりジュニアユースの方で全国大会に出たりとか、やっぱりそこのところの進歩 の度合いっていうのは僕はやっぱ素晴らしいものがあるのかなというふうに思っております。で、まあ、どこまでできるかまだこれからちょっと私もいろんな練習形態とかそういうところが掌握してないところもあるんで、あまり何ですか不確実なことは言えないんですけれども、でもやっぱりそのユースの選手がトップのチームに入って混ざって練習をするとかってやっぱすごく大切な要素でもあるんで、まあ、そういう機会を作ったりとか、あとはアカデミーの指導者とやっぱり意見交換するとか、まあ、そういうのはやっぱりどんどんやっていきたいなっていうふうに思ってますので、まあ、そういうところでやっぱりサッカーの指導者として育成からトップまで、まあ、一気通貫っていう言い方がいいか分からないですけども、一貫指導ですね、それが、まあ、できるような手助けも私の中で少しでもできればなというふうに思っております。やっぱりこれは今言ったように山賀さんにかかわらずやっぱり J リーグの一つの理念ですよね。地域に根ざしたっていうクラブになっていくっていう、まあ、そういう J リーグの理念もありますし、今言われたようにやっぱり山賀さんというのは非常にもう地域クラブの時からこの地域に根ざしたそういうクラブだってことはもう認識してますので、まあ、いろんなところで、まあ、そういうところにも何ていうんですかね、参加することは全然やぶさかではないですし、まあ、ただそれが選手の過負荷になってコンディションを崩したりとか、まあ、そういうふうになってくるとまたちょっと本末転倒になるところもあるので、そういうのはまたクラブの方とも相談させていただいて、やれることをしっかりやらさせていただければなというふうに考えています。まあ私もそこそこな年になってるんで、温泉入るとかすごい好きなんで、まあ、多分近くにも温泉とかもたくさんあると思うんで行ってみたいですし、あと私そばが好きなんですね。で本当にそういう面では信州はおそばの美味しいとこなんで、美味しいおそばを食べたいなというふうに思ってます。はい、一回、後を引き継がせてもらいますっていう電話を何日か前にはさせていただきました。まあ、その中で、まあ何分ぐらいだったんですかね、5分10分ぐらいですかね、いろいろ話しましたけれども、私の方からはぜひ本当にいろんな多くのアドバイスもらいたいんでっていうような話をさせてもらって、
まあ、反町監督からも、まあね、彼結構なんつうかな遠慮深いっていうか、俺なんかが出てったら帰って面倒くさくなっちゃうでしょみたいなことを言ってましたけども、逆に、またいろいろ話 しましょうみたいな感じで言ってもらったんで、またそういう機会をね、持てれば ありがたいなというふうに思ってます。